石破総裁からは全体を取りまとめる、そうしたことを務めてほしい、そうしたご指示がございました。それと現在控えてます総選挙や来年の参議院選挙に向けて、党内がしっかりと対応することができるように、そうしたことをしっかり行ってほしい、そうしたことがございました。続きまして幹事長よりお願いします。